いけそのゆりかえ公演させていただきました日向坂46の正源司陽香と申します。皆さんよろしくお願いいたします。正源さんが一番思い出に残っている修学旅行はありますかという質問です。あーなるほど、思い出、あります。あります。はい、中学3年生の時に私、富山の黒部ダムの方に行ったんですけれど、当時私非常に中二病の時期で患っていた時期で患っていてしまったんですけれども、なんかマットみたいな後ろになびくものがすごく大好きで、当時11月とかに確か行ったので、はい、すごくもう先生方から本当に寒いからモコモコのコートとか手袋とか絶対持ってきなよ、ダム行くからねっていう風に言われてたんですけど、風来るのかなびかせたいなって思っちゃったんです。患ってますね。患っちゃって、で母からはこの私がお気に入りの、春と秋に来たらモコモコを取れるので風が吹くたびにこうぶわっと広がるマットみたいな、マットじゃないんですけど、大きめのコートがあって、でそれにモコモコつけといてたからこれ持ってきなさいって言われてそれを持ってったんですけど、わざわざつけてもらったやつをこう外して、でそのもう薄いコート1枚でダムの方行って無事凍えて帰ってくるっていう本当に、ろくでもない思い出しかなくて本当申し訳ないんですけど、でもそれがやっぱ中学生ならではのやんちゃ感が無謀な感じがすごい思い出かなっていうふうに今では思います。何ですか、何に憧れたんですか。マントっていうことは魔法使い、ヒーロー。ヒーロー、ヒーロー、どのタイプの、どのタイプなんでしょう。でももうこのこのポーズで後ろになびいてたら、もう全部それはヒーローなんですよ。ああ、なるほど。ちょっと何言ってるか分かんない、もうとにかくヒーローに憧れちゃって、なるほど、こう揺れ動くものがすごく好きでした。へえ。で、その時はもう風邪はひかなかったんですか。大丈夫でした。あ、多分その後風邪ひいた気がします。風邪ひいてる、無事に風邪ひきました。あ、ちゃんと風邪ひいてる、はい、ちなみにその富山行った時のお土産とか覚えてます。はい、お土産は確か黒部ダムの水を持って帰ってきました。ストラップについてて、石みたいなのも入ってるキーホルダーがあって、それをみんなでお揃いで買って帰った記憶があります。友達とお揃いで、はい、あ、いいですね。みんなで、はい、いい思い出です。さて、ここで舞台挨拶終了のお時間となってしまいました。最初から、はい。この後上映があるんですよ。皆さんそれ見ていただかないと。上映があるんですよ。一緒に見たいですよね。見たいですね。見たい。ね、なんかそれはもしかしたらこの映画がどん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 ヒットしていけば一緒に見るみたいな、まあ、いろんな特典もあるかもしれない。わかんない。わかんないけど、それはもう皆さん一人一人にかかってます。本当に。はい、かかってますから、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。さあ最後になりますが、正源司さん、今日来ている皆さんにネタバレを控えていただきながら映画楽しみになるようなメッセージを最後お願いします。はい、皆さん本日足を運んでいただきありがとうございます。今からこうご覧いただくんですけれども、4期生初めてこうして演技に挑戦させていただけて、すごくこの全員でっていうのはすごく光栄なことだなというふうに思いますし、こうして皆さんにもこう温かくこの公開日を一緒に迎えてくださって、すごく私たちは幸せ者だなというふうに感じております。この映画はすごく青春感増す青春感がいっぱいぎっしり詰まっているんですけれども、皆さんも大切なあの時だったりこの時だったりみたいな感じで思っていただいて、映画を見ながら私たちと一緒に東京を巡っているような感覚になって、いっぱいトラブルに巻き込まれてください。ぜひ楽しんでください。ありがとうございました。ありがとうございました。ではこれをもしまして映画全盲投票初日舞台挨拶を終了とさせていただきます。大きな拍手でお送り